足のなんとかを切りたい。足の切りたい。人生の先輩とゲームに挑戦してみた。お願いします。ということで、はい、今回の企画参加していただくのはダブル純子さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日やる企画はですね、あれ取ってそれ取ってゲームというゲームになっております。ルールはですね、お題が出ます。例えばコップとか画面に出ますので、はい、そのお題が出たら、コップとかその名前を使わずに相手に伝える努力をします。はい、なのでコップだとしたら、こう出てたとしたら、はい、あれ取って飲むやつみたいな感じでこのヒントを出していきます。はいはい、回答する側はそのヒントを聞いて、なんだろうみたいな、水かなみたいな、コップかなみたいなことを何回かこう回答を出していって正解を導いていければというゲームとなっております。はい、ではやってみましょう。はい、失礼したら、一番こうなんだろうヒントがうまくなせて、はい、答えをいっぱいもらった人が勝ち。はい、で問題出すときはじゃあまずは一言目はあれ取ってから入ります。はい、制限時間1分で何問答えを導けるかやってみたいと思います。スタートします。あとあれ取ってテレビをつけるやつ。チャンネル。チャンネルでなく、ああ近いです。その名称ですね。あのその持つやつ。うん、ああそれです。はいはい。オッケー。次行きます。次あれとって鼻かむやつ。鼻かむやつ。ティッシュペーパー。そうです正解。あれ取って視力良くなるやつ。眼鏡。正解です。あれ取って読むやつ、朝届いて正解です。はい、続いて、あれとって書くやつ、ペンシル、ボールペン。あ、ボールペン、正解です。あれとって時間を見るやつ。時計なんだけど、腕につけるやつ。腕時計、正解です。1分経ちました。面白い。面白い。ありがとうございます。さあ結構どうでしたかね、上手でしたか。今ので1、2、3、4、5、6も当ててもらいましたので 6ポイント僕がゲットということにしましょう。ありがとうございます。では席替えをして次は純子さん、はい、行きましょう。よーいスタート。お腹が痛いの。お腹飲みたいです。そうです、正解。はい、字を間違えたの。字を間違えたの。あれ取って。あれ取って。あれ取ってから。字を間違えたから。消しゴム。はい、ああすごい消しゴム。測りたいの。あれ取って。測りたいの。定規。はい。あれ取って。洋服の裁断をしたいの。メジャー。ハサミ。はい。ごめんなさい。はい。あれ取って。お花の形を切りたいの。お花の形を切りたいの。はい。お花じゃなくてもいいの。ハサミ切りたいの。ハサミ？ハサミじゃなくて。切りハサミじゃなくて。はい、終了です。困ったね。何だったんですか今のは。カッターです。カッター。お花の形切りたい。確かに。お花の形変わらずだけど切る、確かに。今のでじゃあ何点ですか。4点です。4点。このヒントの4つはすごいね。すごい。続いては、じゅんちゃんですね。じゅんちゃんの挑戦になります。スタート。あれ取ってから。あれ取って。時計に入れたいもの。時計に入れたいもの。電池。伸びたから切りたいの。美容室。足のなんとかを切りたい。足の切りたい。あれ取ってから。物具は悪いから書きたいの。メモ帳。あ、正解。あれ取って。いっぱい入ってるもの。いっぱい入ってるもの。お金。お金入ってたんですよ。財布。正解。怪我して貼りたいの。カッターでなし。
絆創膏お願い。当てて。孫の手。惜しい惜しい。かゆくて描きたいの。顔の両方にあるもの。顔の両方にあるもの。もうなくなっちゃった。差し込んで貯めたいの。差し込んで貯めたいの。充電。ああ。はい、はいはいはい、はい、時間でーす。結構いったんじゃない？6。6も。乾電池ね。あと何ヒントある？一番じゃなかったよね。電池ね、難しい、ね、充電したいものってね。何言ってたの。でもすごい差してるのみたいな、なくなって困る感じね。素晴らしい。ではここまでで6ポイント、4ポイント、6ポイントで、ここがですね、決戦というか最終決勝戦が必要かなと思いますので、ここからの決勝戦は出題する側じゃなくて答える側でですね、より多くの答えを導いた方が勝ちとしたいと思います。では決勝をやっていきたいと思います。では純子さん、よろしくお願いします。スタート。あとこれがあるとお年寄りはとっても便利です。顔に必要です。いろいろ噛みます。噛みます。はい、噛みます。いる場でも、いる場でもないし、それです。いる場一ポイント。あ、これとても大事なものです。郵便局とか銀行で使います。ハンコ、通帳。はい、正解。あれ取ってからね。あれ取って、写真が貼ってあります。写真が貼ってあります、はい、アルバム。運転するときに使います。免許証。はい、あー、素晴らしい。1分経ちました。わー、あんまものが多かった。でも最後は同時でしたけど、その他は純ちゃんがポイントを稼いでたと思いますので、今日の優勝者は純ちゃんで、ありがとうございます。最高に嬉しい。最高に嬉しい。ありがとうございます。優勝になって人生にないことが、優勝になったと思って。ではここで、ここまで来てですね、あれ取ってそれ取ってゲーム、僕がちょっと考案したゲームなんですけど、どうでしたか？楽しかったです。楽しかったです。よかったです。子供たち集まっただけやってみるか。あ、そうですね。お父さんと言って。まあ意外とね、普段からね、そう、あれ取ってそれ取ってってね、あると思うんです。言うのね。そうですよ。言うんだけどもね。それがちょっとゲーム化したらね、ちょっとね、それでイライラするというよりはちょっと楽しめるんじゃないかと思いますんで、クイズ感覚でね、はい、ちょっとね、これ結構面白かったので、良かったです。初めてですか？初めてですね。ちょっとね、お二人の反応を聞いて、それこそこうゲーム化もしてみたいなと思ってますので、ではこの動画を見て、あれ撮ってそれ撮ってゲームやってみたいなと思った方は高評価をお願いします。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。ちょっと喉をうるおして、うるおしてください。あ、それ僕のだ。ハハハハ。